なおやんチャンネル競馬予想雑談お仕事的ゲストのです。大丈夫ですか？なんかバリバリ言ってる気がするけど、こんばんは。はい、そうですね、台風が来てまして、なんか中京競馬はそうですね、金曜の夜間の結構、あれなんですよね。9時ぐらいに、小屋あたり、上空、やつがいる。うん。で、中山も、いると思う。ちゃんとやってもらえたら嬉しいな、というところで。3連休ずっとある。そうね、3つあるからね。でですね、今日はちょっとその馬場とかも読めないので、押し馬みたいなとこ、まあロードステークスに関しては今日枠順なんですけど、まだないので、ここに思ったなと思います。あ、そうね、はい、まあ今週はシャケがついに本気を出す。そうですね、俺そんなこと言ったっけ、あれそういうことだじゃないんです。そういうことなんですよ。マジですか。ああ、そう。ついに。G1 戦。ちょっと、そろそろ本腰を入れてやってみようかと。やるやら。投稿とか、そういうものを、例えば。家族売り飛ばしてでも鮭の押した馬に全部かけよう重たい。とりあえず明日次男をハードオフに売りに行ってこよう。おっとすごいの来たぞ重たすぎる。かなり春の時らしく探した。ああそう、夏系はちょっと上がった。いろいろ言います。どういう今は？まあ例年通りじゃないかな。ローズステークスに出てくる馬は、まあだいたい1勝クラスを勝ち上がってきた馬とか、2勝クラスに入った馬でしょう、ほとんどが。で、あとはまあなんだ。なんだっけ、あれオークス走った馬とかエリーズレビュー走った馬とか、まあ、そこら辺が秋華賞に向けてだから1624走ってあんま振るわないなみたいな馬たちが出てくるというかっていう感じだと思うけどね。そうっすね、ここでちょっと距離ですもん。春頃って何点入れる機会もないで、ここで、ここで私、本当の私を見せてやるんだ。うん、まあ、春だとね、フローラーぐらいしかないからね、3歳の牝馬が走れるのは。うん、ちょっと点とかまた別です。そうだね、オーレディー
アップルレディは、あれもう4歳じゃなかった。たまには順番逆に行ってみますか。18番人気じゃなくて、予想は予想とそのとりあえず感想を鮭直やん俺の順で。ああどうしましょう鮭。まあいいっすよ。今回はあのちゃんと調べてちゃんと準備したんで。はいはい、鮭が調べるっていうことはどういうことかっていうのはみんな分かってない。前振りを大きくしてもらえるのはありがたいんですけど、ほとんど目回りもうなんかあの大聖どっかの大聖堂にあるその奥の奥にある本からもう隅々まで調べ尽くしたみたいな感じだよ。俺確か昨日ね、春麗に対して、2ゲーム目とかサシウマとかどこ見ればわかるのっていうの聞いてたレベルなんですけどね。わかりました？わかりました。そもそも逃げだ、サシだ、追い込みだと、先行だっていう、そこから調べたので。素晴らしい。で武さんのは6枠12番のアンなんだってアンドバラナウト、はいはいですよ。まあ今台風が来てるんで、うん、まあまあ、ちゃんと開催してくれたら、まあ、馬場は荒れ放題になってると思うんですね。うん。まあ、なので、毎春2位とか、直哉が話してた通り、まあ、荒れてるときは逃げ馬の方がええよっていう話なので、この人です。うん。あとは、乗ってるのが中京強い福永騎手っていう話なんで、行ってみようかな。ってとこっすね、うん、あと血統的にも別にこのぐらいの長いのも走れるキングカメハメハの血統っていうことなんでいけんじゃないかなってそのぐらいっすかね。あとはあの前走から1ヶ月以上休みがある馬、はいはい、うん、あんまり短期間でやってるとよろしくないって話は前も出てたんでその辺を見てここかなと。だまあ結局あの逃げと奇襲で選んだ感じですね。はい。じゃあアンドバラナウトはいいよね。いやもうあの前でぐいぐい力で行く馬だからね。アレタババとかだと多分本当に。多分能力をかなり発揮するんじゃないかなと思う。まあこの中ではかなり有力な一頭だよね。うん。で、あのまあ福永さんもね、もう中京といえば福永さんっていうね。確かにね。そこも間違いないからね。相性の良さと言ったらというか、もう多分もう慣れてんだろうね。本当に仕掛けどころ分かってますみたいな。うん。もうこうしたらこうでしょみたいな。多分。そんな感じだと思うからね。他に対抗みたいな。そうっすね。他もまあなんとか考えてはいるんですよね。クールキャットとか、エイシンヒテンとか、オヌールとか、その辺が来るんじゃないかなとは思ってますな。
まあでもあの一番なんというか他に押すとしたら名将鬼ゆりかなと。3枠6番っすね。そうです。確かにね。荒れた馬場といえば池添さんだよね。そうなんで。あとはそうっすね。まあ、血統も多分良さそうだしっていうのと、ただあの、G3 以上の経験がないっちゅう話なので、そこが大丈夫なのかなっていうとこだけど。うん。あとはもう名前。鬼ゆり。鬼ゆり。やってくれそうな気がするんで。つけるなら星ですかね、星。あ、星ね。うん。って言ったとこだね。今のところですね。ふうと鮭さんの印がですね。ま、同じな。あれ今日これは当たったな。お昼ちょっと枠出た後時に20丸がハンドバランアウト、違う目鬼ゆりなの、何頭かいるんですけど、血が結構多い。じゃあちょっとあれだね、あの一緒に焼肉でも食いに行こうかって話だね。そうですね。ってとこですな。僕、丸とか三角。いや、あの、いいんじゃない、押してる馬というか。うん、お好きにどうぞっていう感じで。感じで。対抗が、クールキャット。え？うん。リム。はあ。あ、やっぱり1000以上でこうそのしてるというところが、さっき竹さんも言った通り11周でと、まあただ中京がそん成績そんなに、でも中京そのてるんでないか、うん、あ、まあバーバーなんだかんだゴールドシップってクリームドールくる、なるほど。この星が僕3頭いました。今日によりさっき言われたと、オータムヒロインも入れてます。あの結構ちょっと走ってくれるので、一応その天に。そう、あれです。あ、イリマか。今年なんだ。高山の絆中京のエピファニーだっけな。かなりその絆三区エピファニーやさん。高山中京それぞれで結果出してるんです。どっちだったっけな。あ、でも、もう、まあ、ではありますけど、こういいってますし、系のタイム今日も
ヨババの方がいい。5着だった。星にしてはいい。あによっては2着にも。変にかな。なって感じです。今のところそんな感じです。うん、なるほど。ないですか。初めて出す場合もあったりとかして、うん、感じです。ねえ、ローズステークスって結構その前走で2番人気から9番人気に来てる馬っていうのは結構来てる傾向が多いのよ。うん、で、まあ、連帯率というか副賞率要はまあ3着以内に入ってるケースっていうのがまあそれぞれ大体 16% 副賞が 18% ぐらいなんだよね。それ以外に関してはもう連帯率 0% なんですよ、うん、なんかもう過去5年間の間ではね、うん、で考えると、まあ、前走でとりあえず条件としてね3つ大きくポイントがあるんだけどさ、そこを見た方がいいかなっていうところで、まあまずはその前走人気が2番人気から9番人気の馬っていうところで、もう一つが前走左回りを走ってる馬ね。過去5年間で右回り前走を右回りで走ってる馬の勝率は 0% です。逆に左回りだと 11% 連帯率に関しては右は 4.8 左回りと 27%副賞率は 9.5% 左回りで 28% 福島右、福島は右だね。戸建ても右、戸建ても右だね。札幌左、であともう一つ最後のポイントは前走の、ね、馬体重ね、ローズステークスは、ね、とにかく軽い馬が勝つっていうのがポイントね。とにかく軽い馬、これまた過去5年間のデータなんだけど、460キロ以上の馬は実は1頭も勝ってません。で連帯率に関しても 15% いってない、副賞率も当然 15% いってない。逆に459キロ以下前走馬体重ね、うん、の馬に関しては戦績で2207、勝率で 18%、 連帯率副賞率ともに 36% あります。なるほどね。うん、ないんですけど、うん、オータムヒロインもそうなんだよね、スパークルもそうだし、でまあそういったものも、まあそういったデータもまあちょこちょこありつつなんだけども、一応まあこの2頭はその上でね、その3つの条件を踏まえた上でこの2頭を選びたいなっていうのは、1頭はアールドビーブル、お7枠14番で、ね、この馬ってお父さんとまた金亀なんだけどさ、まあ、おそらく一番人気になっていくんじゃないかなと思うんだけど、新馬戦って不良ババの中で後方から上がり最速なし使って勝ってんだよね、不良ババの状態で。で展開には一切恵まれてない中でもこれ勝ちだったのよ。でお姉さんの方ではさ、フローラステークス3着のフアナっていう馬がいるんだけどさ、でこれ近親実はね、アリストテレスなのよ。そうで、血統的背景から見てもかなり魅力ある馬っていうのは間違いないと思ってて、で初めて走った重賞のクイーンステークスでもこれ実はここでもね、上がり最速の背足使って2着に入ってんのね。で赤い鳥、その時勝ったのは赤い鳥の娘なんだけどさ、これタイムサーなしの接戦かましててさ、まあ、だいぶ強さを見せたっていうのはこのレースだったんだけど、ただ桜花賞とオークスでどっちも5着なんだよね、あんま成績残せてなくて、うん。で一方でただまあそのクイーンステークス、桜花賞の前のねやつではその馬体重をこれ18キロも減らしてて、まあ、これ状態維持かなり難しかったんだけどさ、それでも2着に入ってんだよね。
で、文科省では馬体重を戻してきてんだけど、あ、減らしてきてんだけど、さらに。まあ、要は簡単に言うと、そのあんまり状態が良くない中でもかなりしっかりと走れるっていう、で大きく減った馬体重がどれだけ戻ってるかがまずポイントだと思ってた。で、クイーンステークス428で、文科省422で、オークスも422で、まあ、それでも5着に両方とも入ってきて、掲示板外してないっていうところ。なんで、まあ、大幅な馬体増加って、馬体重の増加があれば、まあ、かなり変えるんじゃないかなって思ってます。で、まあ、秋華賞を出走するための賞金稼ぎしたいだろうから、結構本気で走っていくんじゃないかなと思ってるところ。まあ、一番人気だから、多分一番人気になってくるだろうから、どの道。まあ、あんまりごちゃごちゃ言って、まあ、強いものは強いんだって話になってくると思うんだけど、まあ、アールドビーブルは、まあ、不良馬場の中でしっかりと走れてるよっていうところが一番のポイントなのかなとは思ってます。で、もう一頭ちょっと注目したいのは、これ割とまあ穴馬やっていくんだけども、タガノディアーナ。はいはい。で、これね、この馬実はね、キャリアすでに9戦目なのね。はいはい。3歳にして。で、まあかなり経験豊富なんだけど、成績はね、2、4、1、2っつってね、馬券外になったね、2回まで4着と、6着なのよ。うん、で敗れたレースもほぼ、ね、0.1 秒差なんで、だからそんなにこう激しく負けましたとかじゃないっていうところで、前走の糸井が特別で2着に入ってんだけどさ、でそのまともな騎手が騎乗した素質馬のランド・オブ・リバティに 0.1 秒差ならばよく戦えたって言えんじゃないのっていうところ。うん、まあランド・オブ・リバティ強いからね。うん、でこれね、さらにね、また9レース中ね、6レースってね、上がり最速の足なんですよ、この子。うん、で伸び伸びとね、素足活かして左回りのコースをね、多分この馬にフィットするんじゃないかなとは思ってて、うん、で実際にその左回りのレースの成績じゃどうなのってなると0200つって、2着2回入ってるんだよね。なんで割と、なんだろう、安定した成績は残せてるし、で、まあ、重賞でじゃあどうなのってなってくると、そのチューリップ賞か走ったのは、に関しても、まあ、展開がなかなか向かない中で4着に入ったと実績もあるから、まあ、信頼性もできるかなっていうところ。で、今回、まあ、多分ね、かなり時計がかかる馬場だと思うんだよね、絶対に。なんで、まあ、多分そこ、リオンディーズの3区っていうところもあって、スローからの素足勝負だったら、まあ、かなり展開的には強いんじゃないかなっていう感じで、今回のメンバー構成見てもガンガン前に行く馬ってのもそんないないしね、わーって逃げそうのもそんないないし、まあ、展開的にも期待できるんじゃないかなっていうところかな。で、この2頭は何で選んだかっていうと、馬場がなんだろうね、その馬場があんまいい状態じゃなくてもしっかりと足を生かせるっていうところ、うん、であるので、まあ追ってみて面白いんじゃないかなとは思ってる。なるほど。うん、まあ当然ね、その不良馬場の時は前が逃げたら一対一で追いつけませんでしたっていうのは全然あるんだけど、まあ狙ってみて面白い馬っていうとこに関しては、タガノディアーナはちょっと入れたいなというふうには思うけどね。なるほどね。やめる。しな、まあ、馬場状態は一つのやっぱポイントだよね、絶対にね。うん、まあ、特に中京だしね、どこまで、まあ、先に乾くからね、太陽当たるからさ、どこまでそれが回復できるかなっていうところはあると思うんだけども、
なるほど。うん、で仮にその明日台風が直撃して中京を中止ですってなった場合なら、今度馬走ってないから実はそんなに荒れてないから、うん、濡れてるだけで荒れてないっていうとこなんで、うん、でそのまんま明日走らずに日曜に行くんだったら、多分綺麗なんじゃないかな。中京4日目でしょまだ。うん、先週中京開幕でしょ、 1、2 で今日で3、明日で3で走らなかったら3だからね。うん、多分そんなに芝も荒れてないと思うから、選びやすい、消しやすい、出てくる。うん、参考にしてみてもいいんじゃないかなって。なるほど。今回なんかついになんか車系2位が本気出してきたから、ちょっとまずいなと思ってそうですね、とうとうポッズパークを導入しました。おわっと、どうする、歌う、歌っとく、え、あの CM 歌っとく、ポッズパークの歌を俺それは知らないな競馬のアプリで調べたらピョッと出てきたからこれだ、オッズパークってやつだ。なんだかんだ言って番組は見てないからね。本当だよ ね。これでさらにグリーンチャンネルを導入したらもう完全に本気だと思っていただいた方が。けある日突然車検に電話したら後ろからスタートしました聞こえ出したら、うん、ああまあとはいえまだね、調べられた情報もまだまだわずかだからね。で導入した友達がいるのでではつってなって導入めちゃくちゃ簡単ということもありで、午前中は無料放送、イレブンだった、テレビ東京だった、テレビで、はい、午後のちょっと平場やりたいなと思って、はい、ちなみにこれね、タガノディアーナね、これ7番人気って、これで7番人気ってめちゃめちゃ惜しいと思うからね。あら。うん。よ。足し馬まあ、差しだね。差しか。このぐらいが差し。差しっていうか、まあ、差しよりもちょっと高位かな。場所的には差しになるんだけども、5番手、4番手ぐらいって美味しいよね。ああ。うん。なるほどね。それで、さらに、外回されるとちょっとドキッとするで。外膨らまずに5番手4番手ぐらいにいるっていうのが俗に言う好意につけましたってやつだ。本来差しって多分8番手7番手ぐらいのこと言うんじゃないか。まあ頭数にもよるけど、うん、怖がらずに追うべきレースなの。バレーの。そう。まあセントライトの方も言っとく。枠順が。あ。どうなんですかね。セントライトって結構枠順にレースでした。まあそれなりに枠は
まあ大事っちゃ大事だけど、結局はそんなにあんまりバラバラだと思うけどね。まだちゃんと見れてない。なるほど。タイトルホルダー一番人気だ。まあ当然タイトルホルダーだよね、推しは。と世間がうん、分かったかっていう。あれ、押すぞと。うん。むしろもう、名前からして押さないわけにはいかん馬だよね。うん。まあ、確かに。まあ、あの、2頭行って、イリマ選びますか、タイトルホルダー選びますか、タイトルホルダー選ぶよね。まあ、ちょっとセントライトのこともちょっと触れようかな、じゃあ。ほう。あるさっき、セントライトは。は、まあ、ガチガチのタイトルホルダーか、対抗でオーソクレースかなと。なるほど。オーソクレース、レッドベロシティかなと。あとはもうよくわからん。なんだろうね、ルペルカーリアとかソーバリアントかなっていう感じ。うん。まあ枠番も出てないのでよくわからん。まあ、ね、なんていうかね、そのさっきのローズステークスに関しては台風で荒れてる前提で逃げっていう指針があったけど、こっちは多分晴れて普通だから特に指針なし。まあ、ね。まあ、あの枠でね、どこでぶっちぎってるかっていうとね、うん、1枠なんだよね。あ、1枠、うん、1番。うん。なるほどね。まあ、そういう意味では、本当もう、タイトルホルダーか、その、なんだっけ、ホープフルを、それよりちょっと早かったオーソクレースなのかと、うん、いうとこぐらいかな、指針があるとすれば。なるほど。うん。ただあの本当に、まあ、ぶっちぎってるっつってもあの何さ1着の数だけ言っちゃうとさ、その 1枠で13、4枠で10、6枠で11、8枠で9、まあそんなになんだけどさ、うんうん、だからあの枠はねそんなに関係ないんだと思うなっていうのが、あの多分芝がまだ切れない状態だから、あのそんなにこう枠で左右される話ではないと思うんだよね。うん、なるほど。ナオヤンはセントライトある？押し馬。そうです。セントライト2200っていうのも、これもある。原塚以外ない。うん。かや。うんだったら、バリアントがいいかなっていう。まあ台風が去って多分岡山とかその千葉県入ったら低気圧になる、結構雨量降らせて過ぎ去っていくと思うのと程度ああ、うん、あとはそうっすね、頭のいたずらがスプリングステークスで大暴れし、いたずらしたよね。うん、でもちょっと薄いかな。まあソーバリアントはちょっと軸に立てるって感じですかね。うん、なんかなんか状況でもないのかな。なるほどね。じゃあまた
過去5年のデータから振り返ってみましょう。はい。Repeat after me. Yes. まずね、単勝4番人気以下の馬っていうのがね、一つね、ポイントなんですよね。っていうのが過去5年でね、2、1、1、5、3っていうね、割と入ってきちゃってる、ね、4番人気以下がね。うん、素直に 1,2,3 番人気来ますかと、そうでもないよっていうのが一つポイントとしてもありますと。まあこれはローズステークスの人、まあ、3歳戦のトライアルがよくある話なんだけど、で一応ね、その血統だけで見ていくと、まずサンデー系の血統ね、これに関してはもう来ないです、いません。あれ断言した。はい、過去5年でゼロです、全て勝率も連帯も副賞も一切してませんと。でそれ以外に関して、まあ、来てるんですかっていうと、まあ、サンデー以外でもたくさんいるから、まあ、まあ来てますよって話になってくるんだけども、うん、で前走でこれね、チェックとなんていうのかな、そのマイナー、すごくマイナーなポイントなんだけどね、前走の最初の要は第一コーナーっていうところで3番手以内に来てる馬、これが実は来てます。割と早めにつけてるってことですか。そういうことだね。成績でいうと 2-1-0-12 で来てます。勝率でいうと 13%、 連帯率 20%、 副賞率も 20% あります。それだけで4番手以下につけてる馬に関しては勝率も連帯も副賞もゼロです。なあ、ゼロです、過去5年。あ、はい、3番あ第一コーナーさん3番手いない。でね、前走レース何走ってますっていうと、やっぱ日本ダービーから直行してる馬っていうのがぶっちぎりで来てるんですよ。はいはい。成績でいうと1101、これ過去5年だからね、要は5年のうちその4年は要は4着以内に入ってますってことね。ダービー、前走がダービーの馬。で勝率で言うと 33%、 全体率、副賞率でいうと 67% もあるんですよ。なのでまずダービー走ってる馬選びなさいってことね、前走。なるほどね。大事なの。でそれ以外に関しては全部 10% 以下です。勝率、連帯率、副賞率と全部ね。でこれの3つの条件に全て該当する馬っていうのを2頭ピックアップしました。はい、1投目がまあ当然俺のタイトルホルダー出ました、ね、俺のって言っちゃった、はい、俺のって言っちゃった。でもう1頭が、はいはい、ビクティファルス。おお。でまずこの2頭に関してちょっと考察していきたいと思うんですけど、まずタイトルホルダー、これまあ一番人気ですもん、手の通り。でジョッキーは横山武史ジョッキー、これも前が得意だよね、知っての通り。でここまで6戦走ってます、タイトルホルダー。 2-2-0-2 という成績、弥生賞で1着、皐月賞で2着、でダービーで6着で、要は前につけるね、全てスムーズに前につける競馬ができてる。で大崩れはしないタイプの馬ですよ、うん、でセントライト記念で大事なのは先行馬が圧倒的に有利ってことね。さっきのデータから言って先行馬が有利のセントライト記念と覚えてる。でさらにタイトルホルダーに関しては中山競馬場では 2-1-0-1 って、まあ、めちゃめちゃ相性がいい。新馬戦でも1着取ってる。ホープフルでは4着だって。弥生賞で中山で1着、皐月賞の中山で2着、うん、まあ、交渉で過去5年においてね、皐月賞で、馬券に絡んだ馬っていうのはセントライト記念では 2-1-1-0 って相性がいいんですよ、実は。多いですね、うん、過去5年でね。要はもう5年のうち4年の間、4年間はもう皐月賞走った馬券に絡んだ馬が来てますよってことなんで。で中山競馬場今週開幕2週目です、知っての通りね。先週はその重賞とか見ても分かると思うんだけど、内拉致沿いを回った馬が圧倒的に来る傾向だった。マジですかっていうぐらい来てたよね。もう止まらんっていう状態でさ。
となると条件に詳しい状態。そうで同時にね、あの今回もね、要は今週もその四稼働でね、要は最後のカードでコーナーで外を回る馬に不利なトラックバイアスが今週も続いているんだとしたら、先行する競馬ができる馬っていうのが圧倒的に強くて面白いね。株価。それを踏まえると、もうタイトルホルダーっていうのはもう条件としては、ね、もうめちゃめちゃいいですよと。で、さらによ、さらに、父が死んでしまったよね、ドラメンテがついこの間ね。うん、亡くなっちゃったの。で、現在はね、このね、タイトルホルダーがね、ドラメンテ産駒でしては、もう最高傑作と、ね、間違いないと俺は思ってて。これはね、あの血をつなぐ活躍してほしいよね。はい。一応ね、あのさっき言ったトラックバイアスって何っていうのを一応簡単に説明しておくと、まあ、簡単に言ってしまうとコースにおける有利不利ね。で、まあコースの形状だとか馬場状態とかね、いろんなそういうの馬場状態もあるんだけども、まあ有利不利、コースにおける有利不利のことをトラックバイアスって言いますってこと。はい。で、次2頭目のね、ビクティファルスに関してなんだけども、ここのお父さん初くらい、ジョッキー今回池添さんが多分乗るのかな。多分ビクティファルス前走って池添さんだったですね。あれだね。そうだよね。まあ、今回誰が乗るのかちょっと分かんないんだけども、多分まあ大体6番人気ぐらいになるんじゃないかなと思ってるんだけど、で、まあ、なんでビクティファルス選んだんですかっていうと、あの1着は皐月賞馬のエフフォーリア、3着が日本ダービー馬のシャフリアールっていうね、まあ、共同通信杯において2着で好走してるんだよね。4着、5着も強い馬だったんだけど、まあ、2着に好走してるっていうのも結構あるんだけど。で、スプリングステークスも勝ってますと。で、まあ、ここで重賞馬となりましたよってことで、まあ、セントライト記念、さっきも言ったんだけど、中山重賞で、あの、実績ある馬がやっぱ強いのよ、セントライトって。で、ここちょっと5年じゃなくて、10年のデータで見ると、過去10年間において、その中山で好走した馬っていうのは、5、3、2、5だ。5、3。うん、要はまあ3分の2は来てますよということね、簡単に言うと、うん、で最近の、2レース、まあ、ちょっと多分ね負けてるんだけどさ、多分ね人気もねそれなりに落ちると思うんだよね。そのさっき6番人気多分そうなるんじゃないかなっていうのはさ、まあ、負けてるからとあると思うんだけど、多分まあ狙っても面白いんじゃないかなと思ってて、で日本ダービーに関してはね、なんだっけ、そのビクティファルスがね、すごい苦手な、末脚勝負のキレがね、求められるレースだったと思ってて、なので、今回はまあ若干違うでしょうというところもあり、休み明けで仕切り直しの一戦だし、さらに言えば、外枠が取れれば面白いんじゃないのっていう感じ、うん、ビクティファルスに関してはね。なるほどね。ということで、とりあえずまあこの2頭は狙っていきたいなとちょっと思ってますね。うん、まあどこ取れるかなっていうところは当然あるんだけどさ。10時。うん。エフフォーリアやっぱ強いよね。すごく強かったと思うんだけどさ、共同通信杯でもちゃんとこの馬はビクティファルスが2着につけてるからね。うん。なんすか。そうです。もうしばらく会うことはないでしょ。おい。食らいつく。目に。そのまま。もう一回ね、エフフォーリアとシャフリアールの叩き合いをちょっと見たいけどね。そうっすね。
距離を伸ばしてくれてるかも。レイヤー路線。まあ王道だよね。だからここにそのタイトルホルダーがぶつかってほしい。うん。俺はね本当にね、あの久しぶりにねこんな好きな馬できてるからね。あれ待ってください、タイトルホルダーの出戦って誰だ。いや一応ね、なんだっけ、たけしジョッキーが乗った時が一番相性いいと思ってる。うん、相性としては。フォーリアの。たけし。たけしだよ。たけしです。たけしと。たけしだ。たけしどうする？何回言うのか。たけし。え、たけしどうする？ああ。答えた。あ、なもラーさんを。大丈夫だ。どっちする？おお。おお。雑。シャフリアール。あーだなん。うん。どうする？これね、いいよね。どうす。うん、まあでもあの今後は田辺さんになってくると思うよ、うん、やっぱ皐月賞であの2着に入ってる実績もあるし、まあ、それゆえにダービーも乗せてきてるんだと思うし、もう多分十分に癖は分かってるでしょ。順今週まあタイミングが合えばねっていう、ラリーだと思うけどね。日曜もね雨が続くようだったら、なんつうのかな、その雨が降ると本当に馬の能力って、あの実力差ってこうあんま関係なくなる部分もあるからさ、うん、荒れることも十分に想定はできるような気もするんだけども、セントライトってそこまで爆荒れするレースじゃないんだよ。どっちかというとローズステークスの方が荒れるんだよね。ちょっと晴れるっぽいんですよ。まあもう天ぷら並みにカラッと晴れちゃうんだったらもうしょうがないけど、トラックが一着になった記録抽選。うん、まあタイトルホルダーでしょう。まあまあそこはね間違いないでしょう。違うさ、
それはそれで。でも、あれでしょ、雨降ってたりもしたし、レインフロムヘブンから行くんでしょ、名古屋は。あ、ドゥラメンテ。来たかもしれないですよ。うん。負けられないね。あ、でも、小雨。あ、小雨でるよ。あ、遊んでるとまた来ちゃい、大丈夫ですか？大丈夫でしょう、今回は。ヘブンに行っちゃいますよ。まあ、朝間のいたずらにヘブンに連れてかれるかもしれない。ヘブンもいます。確かに。いろいろとヘブンだな。危ないな、今回。死を連想させられてるのか。おー、どうあがいてもヘブン。感じです。あと前走は左回り、あと前走の人気が2番から9番人気。ダービー長お前走1カド目3番手で、とにかく先行馬有利ってことです。先行馬有利と、あと中山実績がある馬がぶっちぎりで強い。あ、ちょっとよる分多分いると思う。さあ、競馬場の上空渦巻き、今日はこんな感じで。はい、大丈夫です。では、ま、じゃあついて、では今日はこんな感じで、今週もグッドラック、グッドラック。